1号線起点日本橋よし。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。長距離ライダー僕ゆうやが今回やる企画は、1号線起点から終点まで何時間で行けるかの旅です。らっしゃせーらっしゃせー。さあ始まりました、国道1号線起点から終点までのタイムトライアル企画。とその前に、皆さんは国道1号線をご存知でしょうか。国道1号線は東京都中央区の日本橋と大阪府大阪市の梅田新道を結ぶ、実延長758キロの日本で2番目に長い国道となっています。この国道1号線は東海道53次で有名な東海道や京海道といったルートに沿って作られた国道です。日本の三大都市と言われる東京、名古屋、大阪を結ぶ極めて有名な国道となっています。今回はこの国道1号線を起点から終点までバイクで走り続けたら一体何時間で駆け抜けられるかという誰も得しない超過酷なド M 企画となっています。さあ現在僕は今ですね、日本橋に来ております。ここ1号線の起点ですね、あちらに起点の標識というか、なんていうか、石碑があります。よし、まあね、ちょっともう時間も時間なんで、もう早速スタートしていきたいと思います。で現在の時刻が7時15分となっております。ここから何時間で大阪まで行けるかですね、ひたすら1号線に沿って走っていきたいと思いますので、どうぞ一つよろしくお願いいたします。よいしょ、早速スタートですね。じゃあ日本橋、君の出発点から終点まで僕は今から走っていくよ。さあ出発です。ついに始まりました、日本橋です。こちらが日本橋でございます。いかがでしょうか。はいしょ。でね、日本橋ね、日本橋から1号線ってね、いきなり曲がるんだよね。こっちに表札ある、標識あるでしょ、1号線右って。こうまっすぐ行くと15号になっちゃうから。いや始まりましたね、ついに1号線の旅ですね。どんな形で僕を待ち受けてるのか、この旅が。もうおそらくね、過酷なのは非常に予想がされるんですよ。もうマジで距離的には700キロ近いのかな、だいたい700キロ下道で走るんで、恐ろしいですよね、700キロ下道って。あ、1号線見えましたね、日比谷通りを左ですね。ここを左に曲がります。非常に高いビル群が立ち並んでいますね。さすが東京って感じですね。いやそれにしても東京って広いね、地図で見ると。こんなまじまじと見たことなかったから分かんなかったけど、いやでここに江戸城が建てたんでしょ、すごいね。徳川家康のお城の後に天皇陛下が住んでるんでしょ、マジです。徳川家康神かって話だよね。抜き物件に天皇陛下が住んでるもんね。はい、こちらですね、右曲がります。晴海通りですね。こちらの晴海通りをこっちにいた方がいいのかな。どうせまた左に曲がるでしょう、晴海通りを曲がります。さあ1号線ですね、五反田の方に向かって、行きます。とここを左曲がります。これはあ行けちゃうやつね。あー見てください、警視庁ですね。急に現れました警視庁。ここにめぐれ警部や高木刑事がいるんですね。いや新鮮ですね、僕警視庁見るの初めてなんですよ。ここが日本の、ま、警察の中心と。本当にああいう形してんだね、アニメで見るような。
1号線右ですね。ここを右に曲がるのかな。曲がります。わかんないけど曲がります。1号線、あ、右ですね。1号線結構くねくねしてますね、この東京の1号線は。なんでこんなくねくねしてんだろう。まっすぐビシッとね、1本で大阪までつなぎゃいいのに。おー、ひまわりが、すげえ、沿道にひまわりが咲いてましたね。そういうこともあるんですね。そうだ、今回の1号線の旅をやっていく上で、ちょっとお知らせというか、その、まあ、1号線どういうルールでやっていくかなんですけど、基本的にバイクのメリットを存分に生かしていきます。つまりすり抜けします。はい、すり抜けは普通にします。ですので、すり抜けを違反だと思うやつは見ないでください。あの、この場合で1号線でどれだけかかるかっていうのを検証する企画なので、バイクのメリットは存分に活かしていきます。それが見たくない方は車でやっている方の動画を見てくださいと。僕はこの目線もバイクのこの目線で行くんで、多少のこの、なんだろう、この気持ち悪さ、この画面が揺れるんで、ヘルメットにつけてるんでね、マイクを。だから僕が首を振るごとにカメラの目線がずれるので、ちょっとね、気持ち悪くなる可能性もありますので、そこもまた一つバイクの映像として、楽しんでいただければなと思います。ただね、今日ね、一つの難所がありまして、もう人生この旅最大の難所があるんですよ。実はですね、僕、名古屋市緑区に住んでまして、家がね、1号線から、どうだろう、1号線5分で行けてしまうぐらいの距離に住んでるんですね。5分、10分で行けてしまうぐらいの。だから、家の近くを通るというね、非常にこのメンタルが非常にこう持っていかれるポイントがあるんですね。そこをどう自分がクリアしていくか。そこが一番の難所ですね。だって家の近く通るんですよ。どうですか皆さん、想像してみてください。もしこういう企画というか、もうこういう旅をしてて、自分の家の近くを通った時に、うわー帰りてーっていう、この気持ち。だったら帰ればいいだろ。ですね、はい、神奈川県入りました。とりあえず東京一つクリアです。こっから神奈川県に入って、次はどこだ、次神奈川の次は静岡か。ガソリンスタンドあります。ちょっとガソリンスタンド寄ります。左じゃん、1号線。
間違えた道。もうなんだ環状1号線ってよくわからんぞ。ちょっと U ターンしよう。もう道がくっそくねくねすぎるんだろう。いきなりもうなんかさ、さっきも1号線なんか右左分かれてたりさ、もうマジでよくわからんのだけど、うぜえ。なんでこんなわからんくしてやる、わざわざ。あ、なんかここもなんか曲がるとかあんな。もういかんな、油断してると。あ、ここ横浜か。もう横浜ですね。あ、いつの間にか横浜に来てました。はい、現在の時刻が8時30分。横浜まで来ましたよ。またわけのわからんところで曲がらなあかんでな。もう本当にむず、1号線むずいぞ。そうそう、ここ右と左両方1号線だもん。あ、いいのか、これ両方1号線なのか。もうね、2本も3本もやめてほしい、マジで。茅ヶ崎駅ですね。時刻が何時だ、9時15分。非常に腰が痛くなってきました。もう早い段階で、あー、やばいです。まず昨日の疲労がまだ体から抜けきれておりません。背中、肩、もうマジでなんかじわじわ来てます。まだね、まだそこまでこうめちゃくちゃ我慢できないってことではないんですが、これはね、このまだ開始して2時間そこそこで、このなんかしびれてきてるんですよ、腰が。このしびれが残りまだまだあるこの1号線の旅、どういう風に影響してくるのか分かりませんが、まあちょっと頑張っていかないといけませんね、これは。どうしましょうね、本当に。まあとりあえず、小田原までもうちょっと頑張っていきますか。小田原市ですね、到着です。暑いです、暑いです、非常に暑いです。あー、もうあのね、太陽
ようと追っかけっこしてんだわ、さっきからずっと。今ね、出発してから東から西に向かってるじゃん。太陽も東から西に向かうわけよ。あ、海です。あー、来ました。いいですね、見えますか。いや、海はいいですね。やっぱりテンションが上がる。この疲れたこのメンタルにオアシスだね。なんだっけ、そう、太陽とね、追っかけっこしてて、ずっと太陽がね、僕の背中を照らしてるわけですよ。どこで抜かれるかな、普通に。いや、抜かれたくないんだけど、マジで。抜かれると顔面焼けるからね。西日、僕西日弱いんですよ。ほんとね、西日はね、異様に温度を感じるし、異様に肌が焼けるようなね、感じがして、なんかあんま好きじゃないんですよね。まあ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 、とりあえず小田原市入ったので、ちょっとそろそろ休憩しようかなと。で、現在の時刻が9時45分過ぎ。とりあえず小田原市はなんといっても白丸くんのガス欠チャレンジの終了地点がこの1号線沿いになりますからね、ちょっとそこだけちらっと見て、まあ、箱根の峠を越えていきましょうか。日本橋から82キロですね。現在日本橋から82キロの地点でございます。いや、知っておりますね。あー、そうですね、ここですね、懐かしい。あー、ここ押しましたね、ガス欠になってから。比較的にね、近くにガソリンスタンドがあったんですよ。どこだったっけな、こっちからだと景色が違うからな。ここら辺、山王小学校、あれ、ここら辺かな、ここら辺かな、ごめん、どこか忘れた。ここら辺か。あー、ここら辺かな、ここら辺かな、ここら辺、ここら辺かな、ここら辺だね。ここら辺で、あーっと叫んでガス欠したんですよ。うわー、懐かしいですね。頑張りましたね、この名古屋からここまで来たんですよ、僕。ガス白丸で、白丸ってまあ株のことなんですけど、無給油でここまで来たっていう伝説をね、残しましたからね。株の燃費というのは恐ろしいですからね。4リットルガソリンレギュラー約500円ですね。4リットルなんで約500円でここまで来たと。すごい燃費の持ち主ですからね。さあ、ここから箱根ですね。箱根の峠に向かって、今正面に見えてるのが箱根山かな。箱根の山に向かって、ちょっとこの暑さをちょっと避けながら行こうかな。よし、ちょっと箱根の山越えます。山を巡り、日渡り大人さ。
終了ということでやっていきましょうか。あーちょっと生き返ったね。もうアイスも食わんでやっとれんね、この暑さ。ちょっと涼しくなったかなって感じだけど、全然暑いね。普通に暑いわ、マジビビる。よし行くぞ。とりあえず箱根はもうこれで終了ですね。箱根を終了して次は沼津と静岡という風に下っていくって感じですね。でもやっぱちょっと休憩しただけでちょっとだいぶ楽になるね、体が。やっぱ休憩って必要だね。あんま休憩いらんなと思うタイプだからさ、なんか東京からあそこの 箱根までぶっ通してきたけど、意外に、でもまたすぐ溜まるんだよな、疲労物質が。もう若干じわりじわりとまた腰が痛くなってきてます。さーってと、こっから静岡県ですね。はい、静岡県です。神奈川抜けて静岡、3軒目ですね。よし、まだまだありますよ。静岡まで77キロ、遠いですよ。あー気持ちいい、冷たい風がヒューヒューだよ、こんなの。はー気持ちよく走ろう。の時刻が11時35分。どんどん真上に来ております。もう抜かれますね、完全。多分ね、静岡越える頃には抜かれるんじゃないか。だから名古屋豊橋入ったあたりにはもう多分こう正面に見え始めるよ。最悪だよね、正面に見え始めるのが。一番前の車はギャルだね。うん、このねミラー越しに見えるのは可愛いだけど、まあ、実際ね、女性っていうのはね、本当部分だけ見るのが一番綺麗なんよ。後ろ姿だけとか、目元だけとか、口元だけとか。めちゃくちゃディズってるけど、ごめんね。ごめん。まあいいよ、どうせ女性の方そんな見てないでしょ、僕の動画。もう YouTube でね分かるんですよ、割合が。僕の動画を見ている割合がでね、男性と女性撮った場合はね、女性 0.2%、 もうほぼ見とらん、ほぼ男。まあそうだな、バイクで旅なんて男しか見んわな。で、年齢層はありがたいことで、僕ね一番思ってた、多分僕はこれくらいの層が多分僕の動画好きかなと思ってあげてるんですけど、見事ね、やっぱその僕の予想通りで、なんと40代前後が一番多いんですね。いや、ありがたいことですよね。まあ僕がね、もうおっさん臭いっていうのが一番なんですけど、うん、そのおじさんの趣味ね、もうバイクで、しかも古いバイクで旅が好きで、まあ、三味線もやったりとかで、なんか歴史も好きだし、でなんか神社仏閣行って御朱印集めしたりとかさ、
もうあと何歳だよね。もうとても30のやることじゃないよね。まあ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 、まあ、そういった方たちとね、まあ、交流ができる機会が YouTube を通してあるっていうことは非常に僕としては嬉しいことです。どうぞ一つよろしくお願いします。こんな若造ですが、若造ですが皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいかな。はい、ということで、まだまだ走っていきますよ。とりあえず今沼津市なんで、こっから、静岡抜けて、浜松抜けて愛知に帰っていこうかなと。帰るんだけど一瞬でまた過ぎ去っていくっていう感じですね。12時47分。はい、バイパス走っております。バイパスを、ここは藤枝バイパスを越えたバイパス、何バイパスか分かりませんが、とりあえずバイパスを走っております。非常に眠たいです。眠たいし腰痛いし、やばい、遅いと眠たくなる。このね、なんだろう、もう暑いんだよ。暑いんだけどこう暖かいと眠たくなるんだよね。あー、そして腰も痛いしね、ぼちぼち握力もちょっと、もうまあ今バイパスのおかげでだいぶ回復はしてますけど、ちょっと渋滞があったとことかだと、もう握力がなくなっちゃうんですよ。さーて、過酷になってきましたよ。過酷になるのは分かってましたが、もうこんな序盤で、こんなまだ始まって何時間、5時間経ったぐらいでしょ。過酷です。3分の1ぐらいか、今だいたいまだ3分の1なってないか、わかんないけど、それくらいです。はぁ、ちょっとね、ガソリンをまた入れないといけませんね。ちょうどね、今がね194キロ、あの前回ガソリン入れてから走っております。早いね、ガソリンなくなるの。すごいね、恐ろしいわ、マジで。岩田市です。
うわ、虫が当たった今。うわ、最悪。まだ静岡ですね。長い静岡。どれだくらい、11時ぐらいに神奈川県から静岡県に入って、現在の時刻が、1時45分、もうすぐ2時ですね、つまり3時間。静岡県、長い、広い、遠い、果てしない、もう延々とこの田んぼの風景を見ながら走ってるからマジ眠てや。この田んぼか茶畑か民家、もうこれだけ、ほんと辛いわ。そして腰も痛い、腕も痛い。腕もさ、聞いてよ、ずっとさ、こっちはさ動かせるからいいんだよ、まだこっち右手も全然動かしないからさ、こう曲げるとめっちゃ痛いの。いでででででで、だからさ、こうしんどいな、これ右手。ほんでさ、気づいてなかったんだけどさ、またこのちょうどこのまたね、まためっちゃ汗かいてるわ。さっきガソスタで休憩した時さ、すげえ濡れてたもん。なんか恥ずかしかった、もう濡れすぎて。なんかお漏らしした勢いみたいに、なんかはっきり色の違いが分かったもんね。あー暑いよ。もう今なんか33度とか34度っていうね、看板のこの温度計の表示、よくこういうとこに出てるやつ、こういうとこに出てるやつがね、33とか34だから、もうマジでやばい、灼熱だね。いや、夏にやるもんじゃねえな、これは。てか夏ってさ、バイクシーズンとか言うけど全然違うからね。夏バイクシーズンじゃないからね。ただバイク乗らない人にとったらバイクって気持ちいいねって言われるかもしんねえけど、夏冬地獄だよ。まあ、春は春で花粉症やばい人には地獄だし、まあ、秋が一番いいね。秋は落ち葉あるからマジ危ないけどね。もうってことになると、もうバイクにとっていい季節ってないから。きついぞー、これは。腰が爆発する。よっしゃー。あ、でももうちょっと行ったら愛知県だ。とりあえず愛知県目指して頑張ろう。やーやーやー。
現在が3時過ぎですね、だから6、7、8時間、あーもう8時間労働ですね。もう普通だったらもうこれで勤務外、定時ですね。もう帰らないといけないからちょうどいいよ。今帰ってるからちょうどいいんだよ。あんたね、もうついに太陽に抜かれちゃったね。わかる？見えた？見えた？太陽もうね、前に来てるわ、僕より前にだいぶ。あーもうやだね。前行こう、前行きます。太陽に抜かれましたと。あとは顔面に太陽の光を全身全霊を浴びて、顔面全霊か、顔面全霊を浴びて、この太陽の光をちょうどね、このシールドのこの形に焼けるんですよ。地元こんなのもうチャリでも来れる距離です。てかもう来てたし、中学校の時ここら辺チャリで普通に。あー名古屋市入ります。はい、こちら越えれば豊明市から名古屋市緑区です。はい、地元入りました。ごっつぁんです。うわーマジでここ曲がったら家、あーもうそこの信号右曲がったらもう家。みんな曲がってくやん。あーマジでつらいよこれ。つらいでー、これを越してくのか。今からここをほぼ家を通り越して、この過酷な中大阪へ今向かうのか。やばいね、ちょっとあんま喋っとると本当につらくなってくるわ。現在の時刻が4時半。やべ腕が痛い、マジで。ここのね、あの一本線の道はね混むんですよ、この時間から急に。だからちょっとここを越えてから休憩を取ります。地名で言ったらね、南区の星崎っていうところにあるねファミリーマートがあるから、そこのファミリーマートに行って、休憩してこようかな。多分もうおそらく半分は切ってるかな。あのね、東京から名古屋までが長いわ、マジですげえ長い、しんどい。
どうだろう、距離的に何キロぐらい走ってんだろう。300キロ、300行ってないか今。いやでも300キロ行ってるか。だー、過酷ですね。これは思ってた以上に過酷だ。なんか1号線普段ね、結構1号線の周りで住んできたからさ、で東京行ったりとか大阪行くのも1号線使ったりとかするからさ、なんか1号線制覇やったことなかったけど、実際行けんじゃねと思ってね始めたんですけど、いやね、これ一度にやるのはきついわマジで。一度は過酷すぎる。だってまだこっからだもん、こっからあるんだもん。さーて1号線曲がります。で現在の時刻が5時過ぎ、5時10分前だね。過酷だな、想像以上に過酷だ。エンジン切ろ。あ、でもだいぶ涼しくなったね、あの一時のあの猛暑を考えれば。うん、いいよいいよ、これくらいいいよ。まだまだ、もうここからどんどん涼しくなっていくでしょう。あ、我慢できるよこれぐらいだったら。よし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 、頑張るぞ。ですね、終わり大橋、終わりブリッジ。はい、こちら木曽川になるのかな。木曽川を越えたら三重県ですね。ついに愛知県を後にします。はい、三重県桑名市入ります。はい、三重県桑名市。はい、四日市市入りました。よし、休憩だ、休憩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 しよう。6時33分四日市市でございます。行くよ。うん、あーしんど。よし、頑張るぞ。よいしThank you.
入りましたね。ようやくこういう気持ちいい気持ちく走れる道に出れた。神々ごめんなさい。なんだ、四日市は車道一本なんだね。めちゃくちゃ混む本当に。でね、もうね、この1号線やって分かったのが、みんなマック行き過ぎ、マック渋滞すげえわ。ところどころにね、静岡県だったり、まあ、四日市だったり、マックに入るための車がのために渋滞してるもんね。さて、もう日は落ちますね。もうほぼほぼ落ちてる。もう今この余韻で光ってるぐらいで、現在の時刻が7時ちょうどだね。ついに夜になってしまいました。7時ちょうどってことはもう12時間ですね。さあ12時間走り続けております。さあ、まあなんていうか、もう腰が割れそう完全に。もう多分ね、麻痺ってんのかもしんない。痛いのは痛いんだけど、結構ね麻痺っててね、なんかそんな感じない痛みを、なんか最初の頃のあの痛みよりなんかね麻痺ってんな完全に。まあいいや、まあとりあえず12時間経ちましたよっていう報告です。12時間で静岡県じゃなくて、鈴鹿市に来ました。はい、ここからまだまだ走っていきます。よろしくお願いします。レッツゴー。ケ。山の中だったね。そしてね、冷えてきたね、だいぶ。鈴鹿峠になるのかな、ここは。わかんないけど、なんか書いてあったからさ、鈴鹿峠って。休憩しようか。だけど何にもない。休憩したいけど、もう腰がよくわかんない状態。もう多分これ後遺症残るかもしれん。なんかね、シールドがさ、油まみれなんだよ多分。あの排気ガスとか、あとこの虫を、数々の虫を潰してきたから。やべえ、軽トラのおっさん、ハイビーム直せ早く。めちゃくちゃ眩しい、前が見えん、光っちゃって前が見えん。いや、まだ戻してねえが、めちゃ眩しいぞ、めちゃ眩しい。やばいやばい、光ってる光ってる。草津温泉とは違う滋賀県の草津でございます。1号線は左だって。で、現在の時刻が8時半。おー、なんだなんだ、
ちょっと難しいぞ。一回左行って右に行く感じか。ここを入っていけばいいんだね。1号線、よし。あー、でこっち行くと刑事バイパスね。なるほどなるほど。わざわざ1号線で大阪まで行っております。もうもはや意味がわからなくなってきたな。なんか趣旨がよくわからなくなってきた。さあ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 、滋賀県抜けたら京都行って大阪ですからね。まだありますよ。入りましたよ。結構もう見えてきましたよ、大阪が。看板も普通に大阪っていう看板が出てきましたからね。いよいよ京都を抜けて大阪と、もうゴールは目前です。大阪に入りましたね。どこだ、ここ枚方市かな。ついに大阪入りました。東京大阪間丸一日かけて1号線完全制覇ですね。もう間もなくでもう休憩しようかなと思ったけど、もうラストスパートそのまま行ってしまおう。負傷、マジでハンドル握れん。握るとクソ痛え、手のひらがクソ痛え。もうなんか指先でハンドルを回さないと、アクセルをひねらないとね、ちょっとやばい、もうやばい、全身がもう肩もきてるし腰もきてる。あー死にそうだ。1号線左か、左に行きます。森口市朝日区でゴールが梅田、あっただだ、梅田のね、梅田新町ってとこ、2号線、ここか、1号線、ここだ、この梅田駅のところの手前か。どうだ、あと30分ぐらいか、この距離を。30分ぐらいと見た。看板がありましたね。梅田新道まで残り4キロとなっております。もう間もなくで終わります、この1号線の旅。かなりの過酷旅となりました。もう体がボロボロです。もう体もメンタルも。で、時刻が10時40分、もう間もなくで終わろうとしています。もうほぼほぼ11時ですね。右手のひらが激痛、マジで骨折したんじゃないかってぐらい手のひらが痛い、マジで。13、14、分かんない、15時間ぐらい。さあ、1号線の旅終わりです。もう何にも思い出はありません。ひたすら走っていただけです。
どこかに寄った覚えもなく、ひたすらこの1号線にタイヤをこすりつけてひたすら走り続けました。いよいよその瞬間まで、もう間もなくです。着実に終点へ向かっております。さあ、梅田の街が見えてきました。梅田の街なのか、ここは。あと2キロ、あと2キロです。早く早く下ろして、僕をバイクから下ろしてくれ。あ、もうすぐです。もうすぐです。あれ、どういった、また、あ、あそこの交差点だ。もう多分見えるやつだ、あの奥の一番奥の赤い交差点。よし、行け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 。ちょっとあんまり真ん中に降りたくない。さあ、もう間もなくです。さあ、ここじゃない、ここか、ここの次か、この交差点の次か、わかんない、わかんないけど、あ、ここか、ここか、どこだ、どこだ、どこだ、ここの交差点だ。あったー、上田新道だ。到着です。あ、ありました、ありました、終点です。お、びっくりした、ゴールです。大阪市道路橋なんちゃら、あ、到着しました、無事ゴール。マジで、ここが1号線のゴールじゃない、書いてあるかな、あった、1号線。ちょっと眩しい眩しい眩しい。1号線終点、うん、来ましたよ、来ましたよ、この子やりましたよ。よし、ということで、ちょっともう結果はちょっとよくわかんないんで、今ちょっともううまく編集で、編集担当の僕に任せます、お願いしますね、結果を皆さんにお伝えてください。じゃあもう終わります。もう語ることはないです。もう見ての通り、ただ走っただけです。ただ走ってここまで来ただけです。はい、お疲れ様でした。まあ、いい思い出ができました。うん、夏休みの思い出だね、これは。じゃあ写真撮って、今日は大阪で一泊して終わりです。どうした、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画、またバカバカしいことをやっていくので、ぜひ、僕のバカバカしいことを見逃すことなく、チャンネル登録して、あとは、まあ、高評価ですね。しっかりして、お願いします。はい。じゃあ、お疲れ様でした。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 Took a ride on a Saturday night, but you know I'll make it back. You should never have to ask me, babe. Never have to ask me, babe. I would never wanna leave you in doubt, and I can do you no harm. I should never have to tell you that. No, I only got your back.In the moments we lived under the sheets, never thought I'd be the one to walk the streets like this. But I just wanna come home to you. I know you wanna love me, but you fear the unknown.
even when you're lonely, you were never alone. Cause I got you, baby. Cause I got you, baby. So where you gonna be when I come back? Mm-hmm.